こんにちは、黒田健司です。皆さんね、気になってる、新しいバンキッシュご紹介しようかなと思うんですけれども、まあ予想してた人多いと思うんですよね。この去年ステラで入った、まあ、ゆっくり上下動する、まあ、インフィニティループっていうような形で今名前ね、ついてるんですけど、まあ、昔で言うとね、スーパースローシュレートなんていう名前も付けられた時もありました。もう20年前ぐらいかな、それは。っていうこのゆっくりな上下動をする、ローターが搭載されてます。まあこれによって何がいいかっていうと、まあ去年のネステラの時にも話してたと思うんですけど、まあ飛距離のアップだったりドラグ性能の向上だったりっていうのが起きます。まあなので、まあ本当に超過に直結するような、魚かけるまで、もしくはかけた後に超過にね直結するようなところの、性能が飛躍的にアップしてるっていうような機能です。で、まあね、バンキッシュっていうと、じゃあステラがそう、みんな何が一番違うかって言ったら重量だと思うんですよね。まあ、重たいけど強いステラでも軽いけど、やっぱり、軽快な、ね、バンキッシュっていう形で使い分けてる方多いと思うんですけど、まあ、今回の、ね、バンキッシュの重量、前回のモデル、19年のバンキッシュとほぼ同じです。ほぼというか、まあ、機種によって若干違うんですけども、一緒です、数字上は。まあ、なんで軽くしなかったかっていうとね、それ以上軽くするとね、今度ね合わせるロッドだったりだとか、まあ、ルアーっていうのがねなかなか難しくなってきて、例えばねこれ 3000mhg 多分175だったと思うんですけど、で僕がよく使う 2500s なんかは 160g 165g、まあ、前回と全く一緒です。で、まあ、これぐらいがね正直限界点で、まあ、意図的に軽くしてない、いろんなタックルとのマッチングも考えて軽くしてないっていうような感じになってます。まあ去年ステラ出た時にね買うかどうか悩んだ方めっちゃ多いと思うんですよ。でも多分来年バンキッシュ出るからちょっと待とうかなって思った方いらっしゃると思います。まあ多分ド本命だと思いますし、まあ、このね先ほど言ったインフィニティクロス、まあ、ゆっくり上下動する機能って多分これで初めて使うっていう方も多いと思うので、まあぜひ楽しみにしててもらえればいいかなと思います。ショーなんかでもぜひ触ってみてください。はい、島のインストラクターの島田人生です。今回ご紹介するのはこちら、エクスセンス XR。 従来ですね、エクスセンスにはCI4 っていうバージョンがあったと思うんですが、あれをアップデートしたリールに今回なります。まあ、大きな相違点としては、まずですね、すごい軽量化されています。まあ、従来品と比べてもかなり軽くなったという点と、このマグナムライトローターというのも採用されています。まあ、今の現行機種の一番新しい、マグナムライトローターが採用されているという点が大いなる違いですね。で、私これ使うときで実は新型のディアルーナと合わせて使っているんです。で、新型のディアルーナも非常に軽く今回仕上がってまして、まあ、今までと高いリールイコール軽いとか丈夫だとかっていう印象があると思うんですけども、今回このエクステンス XR CI4 からアップデートされた新型リールに関しましては、リアルーナのセットして使っていただくと非常に軽さっていうものをですね感じるようなセッティングが可能だと思います。まあ、私自身このエクスセンスリールっていうのに関わっても、かなり長くなるんですけども、まあ、本当にね価格帯的に、安くなった価格帯でもですね、その性能っていうのは本当に変わらなくなってきているというふうな印象を受けます。まあ、実際にこのリールを使って、ハマチだったりとか、シーバスだったりとか、ヒラメだったりとか、多くの魚と対峙してきたんですけども、まあ、どの対象魚に合わせても非常に使い勝手のいい丈夫で軽いリールになっていると思います。発売日は2023年の3月以降となっておりますので、ぜひ皆さん店頭に並んだ際はですね、ぜひ一度手に取って回してみて、その軽さを実感してみてください。2023年、ね、2023ということでですね、何が出たの、まあ、竿とかリールとかいろいろ出ておりますが、その中でも村田はじめがやっぱり関わっているというのは、このアンタレス DC ではないでしょうか。ね、今これ台本ないのよ、みんな聞いてるよね、台本ないのよ、ね、さあテレビってこうやって喋んなくちゃいけない。はい、ということでですね、これアンタレスなんです。まあ、アンタレスの DC の MD ね、アンタレスは古くからずっとね1997年後半から、出来上がってきまして、そこが DC モデルというのは途中からできてきましたね。DC とは何ぞやっていうとね、まあ、基本的にはコンピューター系でね、いろいろこう勝手にブレーキかけてくれるという理由です、ね。ただね、作り手が問題なのね、ちなみにね、俺がやるかやらないかで出ちゃう、ね。ということで、まあよく飛んでくれた BC がね、16、2016年、
ね、でその後に DC の MD というね、まあ、あの海でも使える、強化バージョンが出たわけです、ね、それが16、2016年、それから21のアンタレスが後から出てきました。飛ばなかったね、ブレーキがかかりすぎなの、あれ俺やってないから、ね、今回のはあの飛ばないやつをもっと飛ばすようにしよう、ね、そして DCMD、だいぶ古くなってきたんで、そろそろ新しくしようよということで、あの21のアンタレスのボディと形状は一緒、形状は一緒なんだけど幅が広い、ね、21のアンタレスはちびっこアンタレスって言われてね、小さい16ポンド 100m でした。これが、20ポンド 100m です、ね、ドラムの強さは 6kg、まあ、通常4キロぐらいしかないんですけど、まあ、それが6キロになってますよという、でドラムの強さもそうですし、ギアも強いという、ねタイプ。そしてここにメカニカルブレーキ最初からついています。なんだよ島の最初からつけるそうよね、散々パラパラ言ったの、いらないでしょ、いらなくねえだろお前、ピッチングってなんだよって、ピッチングっていうのはここのブレーキの調整が重要なの、お前硬くて回んねえよこれっていうやつあるでしょ。だから投げることしか考えない人が作るとそうなるね、ピッチングとかそういうものがあるから、とにかくここにつけろよとね、でここにつけるとこっちがハンドルが外れる、それっぽっちいいよって、バスそんなに強い魚じゃないからね、海の魚シーバスターとかやるとね、バスの3倍ぐらい引いてくれるんだよ、青物なんて大変でしょ、バスやってる人が生まれて初めてこんな稲田釣っただけで大騒ぎになるのよおーみたいな感じになるでしょね、だからドラムの強さ、滑り出しっていうのは重要なわけですね。だから細いライトラインを使ってね、やってるあのベイトのお兄ちゃんたちね、テストになるのね、6ポンド7ポンド8ポンドかなんかの糸で大丈夫ですよこれって、それっぽっちいるっちかな、ね、でそだからそこに20ポンド前に曲がんねえかどうかやってみろよって、いやそんなことしたら曲がっちゃいます、そんなリール使うなって世界なんだけど、まあとりあえずこちらにしても僕らは PE の4号とか巻いてテストしてるわけです。4号っていうと約60ポンドぐらいの強さがあるんです ね、それをフッパードラグフルロックにして行くんですよ。ついこの間も行って帰ってきたばっかりで、これね、カホは寝て待てね、カホという魚ね、コイとヘラブナとマグナを足して3で割ったやつね、重さ20キロ、これ実物大の大きさですからね、これでちょっと厚みが分かんないんだけど、厚みこんなんだ、厚みこんなんだって、この大きさ 1m で20キロって普通ないよ、 1m せいで10キロだからね、鮭の 1m だって10キロぐらいあるかないかな、下手すると8キロぐらい、それが20キロあるってことは相当厚みがあるってことでしょ、ね、詳しくはまた魚種格闘技戦を見るとね、出てきますけど、まあ、このアンタレス、非常にね、あの開口部の声もすごく大きくなっててね、糸ってのはこっちからあっちからあっちからこっちから出てくるでしょ、フィンフィンフィンって出てくるわけでしょ、これが開口部分が大きくないとこれラッパ状態になってるんですけどね、でこうなってないといけないということですよ、ねまあ、ドラムの強さというね、巻き心地ヌルヌルですよ、やばいね、ステラの時みんなやったでしょ、うーすげーってあれがここになっておりますんでね、はい、そういう、ね、タイプです、ね、そしてもう一つ出ましたね、黄金に輝く軽かったコンテストでございます、ね、今から11年前魚種格闘技戦で俺がドラードをすりまくってた時のリールがこれですね。あの時はノーマルギアしかなかったんですよ、でテレビの中ではですね散々言ったんですよ、ね、もっとハイギア作れ、ね、言ってあれから11年、ね、300XG エキストラハイギアですね、あとは 400XG ダブルデートです。見ていただくと分かりますか、ほらちっちゃくね、ね、昔の300ってもっとすごいごつかったのよ、昔の400すげえ幅広かったの、すごいちっちゃくなってるね、そしてここに MD を入れました、つまりモンスタードライブギアが入ってますよ、モンスタードライブのドラッグシステムが入ってます、
これはですね、今までのやつ、ちょっと向こう側には海のオシアコンクエステッドのコンクエストというのがあるんですね。あれドラム7キロなんです。これ8キロなんです。海用のオシアよりも強い、ね。ここ見てみましょう。 SVS が入ってますか、はい、出てきましたね。これ SVS です。これ数字が書いてあるんです。これ数字がね、で1があったら反対が2345 6ってなってます。だから1番上げて2上げないで、違う違う、1上げて2上げる、ね、でそれで対象になるわけですね。で、まあ、5番上げれば6番っていう、まあ、これ全部で8個ついてますけど、そんなにいらない、いらないけど、なんでつけたんだろうと思ったら、まあ、余っちゃったからね、そんなもんでございます。でもう一つあるの、これね、今回のやつはダブルブレーキシステム、 SVS がここに入ってまして、こちら側にマグネット入ってます。マグネットブレーキどこにあるの、これこの小さなこのネジ、これを上げたり締めたりということね。これがすごいね、優秀なの。例えば3個であるルアーを投げてます。でルアー変えたらちょっと、あ、これ4個だな、ね、ちょっと爆発しちゃうからなると思うんですけど、その4個だな、でもしくは4個やってて、やっぱ5個だなっていうのもありますよね。3個上げといて、このマグネット効かせますと、マグネットゼロの状態で3です。ここからここまでいきますと5までいきます。2個分のブレーキが効きます。それもだから無調整ですから、3.1、3.2、3.3、3.5、3.8、4、4.1、4.3、4.5 みたいなね、そんな感じでいきますんで、マックスまでかけると3個かけてたものが5個かけたのと同じような状態になります。これがもういちいち開けたり閉めたりしない、これだけで全部できちゃう、ね。前々回スコーピオン300というのを作りました。とんでもない売り上げでした、ね。なんで村田はじめが噛んだから、はい、ね。ステラすごかったでしょ、スーパースローオシレーター、こんなゆっくりなのか、変な YouTuber はね、バックラッシュするとか、次をもう一回最初から見直せ、ね。まあ、炎上系でこうはね、アップするという人たちが多いんですけど、まあ、非常にこのブレーキャー、ダブルブレーキシステム、ね、すごい優秀です。で、ガッチリしてて、小さくてコンパクトで強い。何年も使えます。ね、はい、まあ、ドラムもすごいし、ね、メカニカルブレーキもすごいし、ね、連動式、これバーンって止まると、こう、レベルワインダーも連動式で動きます。ね、こういう 幅の広いやつ、まあ、特に400なんかになりますと、これ連動で動いてくれないと、これがこっち側にあるとき投げたら、ここからね、いいよ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 ってこう出てくるでしょ。こんなになって出るんで、飛距離が落ちるんですよ。ね、で、この連動するのもですね、反対側に皆さんネジつけるんです、普通のメーカーさんは。これはこっち側に。だからこれが幅が広くなるんです。こっち側を薄くしたい、コンパクトにしたい。ギアこちら側に持ってきています、ね。わざわざこう連動させるためのものを逆に持ってくることによって、非常にコンパクトで力強く巻けるという。でこいつにはハンドルが2種類あります。ジギング用のでっかいやつがあります。普通の釣りには向きません。東京湾なんかで今シーバスのビッグベイト、ちなみに関東地方ではビッグベイト、ちなみにシーバスで使うのが約9割、ね、で、バスで使うのが1割です、ね。っていうぐらい、まあ、本来のところで言うとバスで使ってる人は 0.5 バじゃねえの、ね、99.5 は海、ね、使ってるのが、ね、前にバスで買っていく人がいる、ね、そんな釣り具屋の親父でございますから、釣り具屋の親父やってて、釣り具屋の問屋やってて、メーカーやってる人間、日本人で俺一人だからね。そして日本最大のシマノの、ね、アドバイザーでもあるんですよ、ね。インストラクターのさらに上の、ね、デモンストレーターでございます。
ございます。こんな人間日本で俺一人しかいないんでね、はい、俺がいなくなったら島のどうなっちゃうんでしょうかね、大変だよね、はい、あとわずかですはい、本当にあの巻き心地もですね、今回のリールはめちゃくちゃ良くなっておりますんでね、あちらの方で、触れますんでね、うちの店来ても触れるけどね、すごい店だね、はい、他じゃ絶対ありえないね、はい、そんなこんなでございます、よろしく。